始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タラバ工場のアンドゥです。今回はこちらのコースで遊んでいきたいと思います。シンプルだけどいやらしいねーってコースですね。うわ、なるほどね。シンプルに見えて実はあのファイアバーが絶妙なイライラしさを醸し出してると。とりあえず一回様子見ましょう。一回下がると。オッケーオッケー、完璧。もう見えました。ここしかないよね。ふっ、いやらしいよねー。ニッチもサッチもタイミング勝負ってことよ。ここだ！来た！完璧！いやらしいわー！任してください。もういやらしいおばさんは出てこないでしょう。きっとそう。皆さんも信じてはず、ここだ！ふふふ。ふふふ。ふふふ。おほ、おほ、おほ。いや、わかったわ。もうつまり、こいつが水平になったタイミングで行く。水平万歳。水平万歳来た！おら！どんなもんじゃい！どんなもんじゃい！じゃあ次のコース、どうぞ。お、じゃあ次、このコース遊んでいきたいと思います。How this works? ヒント。You can walk on rubber in some pro- あ、You can walk on rubber がわかんないけど、あなたは歩くことができるって書いてあるから、あれじゃない？走らなければいいみたいな感じかな。あ、いけるわ。歩いていきます。ここで歩いていけば死な、どういうことだ？どっか死なないところがあるのか？この辺とか？え、どういうことだ？どういうことだ？どういうことだ？え、どういうことだこれ？どうすればいいんだ？とりあえずジャンプする。大ジャンプする。どう？ああああああ、え？見えたじゃん。ここにあるわ。オッケー！なるほどね。待って、どこまでがあれだった？これで飛んじゃえ！頼む！あ、あるあるある！わかんねえ。全然わかんねえ。え、これ。見ればわかるとかないよね。いや、わかんな。え？これ、運ゲー。いや、三段ジャンプ行こう。はい。はい。ここ！やる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 ！来た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 ！うわぁ！俺、今までの人生であんまり高音で笑ったことないんですよ。俺、だいたい引き笑いになっちゃうんですよ。みたいな笑い方だと思うんですけど、ちょっと今回死んだら、めちゃめちゃ高い笑い声で笑ってみようかなと思います。多分、三段ジャンプはいい線いってたわ。正直。はい。ここ！はい、ここ、そしてラスト、止め！間違いなく俺は探す。ここでしょ？で、多分、あったあったあった。あったって見えたよ、見えた。ここ、ここ、ここにある。いや、いけるな。この距離ならジャンプできる。届け！俺の前、やったぜ、どんなもんじゃーい。じゃあ次、このコースで遊んでいきたいと思います。謎を解け。うわ、シンプルすぎない？なるほどね。謎解き系のコース。名探偵アンドやっていきたいと思います。さあ、来た！なるほどですね。まずこれは純粋に取ってヒップドロップしていけば、死にますと。皆さん覚えておいてください。ってことは、このピンコインは全てフェイクだと、私は踏みました。なぜかって、あれをする、ほらね、この土管に入れちゃう。これが全て。あそこでピンコインを取ってしまうことによって、いや、こんなの罠でしかないですね。これは、右に行くと見せかけて、左か？いや、信じるか、信じよう信じよう信じよう。おっと、おっと、鍵がいると。いや、大ジャンプすればなんとかなるんじゃない？だって鍵ないもん。コイン取ったら多分足りない。ほら見て、鍵を開けたら死ぬんです。で、え、や、お、お、おっとっと。いや、どうするこれ。とりあえずこれ取る。え、でもこれ開けたらさ、絶対死ぬよね。いや、ワンチャンにかける。この辺のどっかに隠しブロックがあるみたいな。だいたいこういうの端っこにあったりしないか。え、隠しブロックあると思うんだけどな。え、ないか。え、ない。そんなわけなくない？ウォウウォ、そんなわけなくない？ウォウウォ。え、開ける？え、でも絶対死ぬよね。俺これで死ななかったら1000円寄付するわ。絶対死ぬから、これ間違いないよ。だって死なないわけないじゃん。ほらね。え、これワンチャン左側説ある。かけるか。もうこっちしか希望はない。あったー。え、ガチやば。俺のひらめき力。待って。うわ、俺絶対メーター店行こうなんだよ、一生。一生ってか、いずれ。あれ、これやったか。あれ、これ届かないよね。え、これやった？え、これやった？もしかしてね、降りてくるときに壁キックしなきゃダメですよ、みたいな。え、そういうこと？うわ、そうじゃん。え、ダメだ。絶対届かないな。え？これどうすんだ？キノコかなんかないと、届かないぞ。え、あ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 った、あった、あった、キノコあるじゃん。うわ、神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 、もい、もい、もい。くしかない。え、かっ。オッケー。
もう騙されません。待って、これあった、さっき。オッケー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 ってあるんだろ、もう一個先にもどうせ。ないのか、優しいじゃねえか。だからこうするでしょ。で、オッケー。だからここで、ふっ、落ち着いて。はい、よっしゃ、これでもう合流、ありがとう。よっしゃじゃあ次のコース、どうぞ。じゃあ次、このコースで遊んでいきたいと思います。5枚だと、そんなの無理だ。心、俺を過ぎてるじゃないかってコースですね。コインを5枚取ってからゴール。わ、なるほどね。だからヒップドロップがちょっとでもずれたらあなたは死にますよ、みたいな。任せてください。こういうのは得意なんです。え？待って、わかった。一回ここに乗ろうぜ。オッケー。で、オッケー、もうこれで死ぬことはない。え？これが人生ハードモードってやつか。待って待って、落ち着け。ちょっとでもずれちゃダメとか。待って、マジ。ぴったりこう。いや、もうここでしょ。ふっ！いや、気持ちちょい右とか。気持ち右目でやってみる。あ、あ、あ、行ったぞ、行ったぞ。みんな、ここ見て、ここ覚えといて。この、左端、左端。ほぶれ。左端、左端。そう。マリオの足が左、左にギリギリ乗ったところ。来た！ガッ！死んじゃった？いや、わかった。これ、マリオのケツが、垂直だ。マリオのケツが垂直のところ。わかった、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 わかった。来た、来た、来た、来た。マリオのケツが垂直のところだったらいけるんだ。これいけるわ。ダメでした。いや、行き過ぎだな。待って。来た！これ大丈夫です。ふっ、ほらね、ほらね。いや、もう分かってきた、分かってきた、分かってきた。もうね、分かるんですよ。幅が。これちょっと、行き過ぎ。ちょっと行き過ぎだね。もうちょい前、もうちょい前、もうちょい前。行き過ぎ、行き過ぎ。落ち着いて。行き過ぎ、それは危ない。それ本当に危ない。調子乗んだ。お、来た！これ大丈夫、見てて。ほら、ほら、ほら、ほら！分かっちゃった。気づいちゃった、気づいちゃった。わーい、わいっつって。これで終わらせよう。もうね、絶対にミスらない。もう、分かっちゃった、すべての位置が。位置、角度。これもうちょい前ですね。来た！これもう大丈夫です。ありがとう。来ました、皆さん、ラスト1個。いや、もう絶対いける。もう本当にミスらない。振りじゃない。待って待って。本当に、本当にビビって、ビビんないで。これ。で、ヒップドロップしてジャンプを入力する。いきます。え！とか、絶対合ってる！来ました、よっしゃ、ゴールだじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方もあっていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。